皆さんこんばんは。水曜日の22時45分になりました。ここからは木村亮介がお届けする番組ほろよいタイムズのお時間です。この番組はパーソナリティ木村が川越にゆかりのあるお酒やおつまみをいただきながら話すトーク番組です。15分ほどの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。はい、本日はですね、11月の22日でございます。うちの番組、11月22日ってね、ゾロ目が結構あるんですけれども、今日もゾロ目でございましたね。11月の1日にも放送しましたしね。はい、そんなタイミングのいい回に、ゲストをお呼びしております。自己紹介どうぞ。はい、高円寺のスーパースターチャビリボンです。都内でミュージシャンやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週に続いてありがとうございます。はい、先週はね、はい、割と楽しんでいただけたんじゃないかなと思うんですけど、超楽しいです、はい、もっともっとガーッと楽しいですっていう感じは、だいたいいつもこんな感じで、はい、いつもこんな感じで割とゆるーりゆるーりやられてるんだなっていうのが見えますけれども、ね、はい、はい、今日11月22日なんですけどね、なんかね、今日ね、回転寿司の日らしいですよ。え、そうなんです、うん、みたいでした。いいですね。なんかね、しかも11月1日はね、寿司の日だったんでね。そうなんだ、うん、ということは今日のつまみは、え、寿司ですか。いえ、違います。違うんですか。何ですかそれ、はい、残念ながらね、豪華な寿司は用意してないんですけど、美味しいつまみはちゃんと用意してますんで、じゃあこの後ね、楽しんでいきたいと思います。それでは今日もスタートです。フリートークとお酒のコーナー。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティの木村亮介です。そしてゲストの、高円寺のスーパースターチャビリボンです。はい、よろしくお願いしま す。はい、じゃあ今回もですね、お酒飲んでいきたいと思うんですけれども、お酒は前回と同様です。はい、前回に続きまして、群馬県、はい、利根郡川場村にある、土田酒造さんの日本酒新土田、うん、こちらを飲みながらお送りしたいと思うんですけれども、はい、前回常温だったんですが、はい、今回はですね、ちょっと温度帯を上げてぬる缶くらいにして、飲んでみようかなと思ってます。楽しみ。じゃあ早速いきましょうか。行きましょう行きましょう。ぬる缶につもりだったんで、ね、ちょっと熱いかもしれない。あ、はい、いやでもいいですよね。ちょっとね、温度帯上げてみます。やった。この間飲んでみて、はい、ちょっと酸味があったじゃないですか。ありましたね。これをあったかくするとどうなるのかなっていうのをちょっとね、楽しんでいただければなと思います ね。じゃあいただきましょう。乾杯しますか。乾杯。あ、香りはすごいな、うん、ちょっと酸味ある香りだよね、うんうん、きますね、うん、あー、なんだろう、あ、うん、そこまでなんだろう、温度帯を上げたからといって味わいがバーッと変わるようなものでもないですね、うん、確かに劇的に変わるわけじゃないですけど、うんうん、でもなんとなくそのなんだろう、酸味的なのが強くなった感じがします、うん、そうですね、酸味は強く感じられるなっていう、うん、でもね、飲んだ後、飲んだ後に甘いのがぐーっとくるかな。きますね、うんうん、あ、常温とかどっちがいい？あ、うん、そうだな、常温の方が結構飲める気がしますね、うん、はいはいはい、温めるとちょっとまた変わってきます、うん、だいぶね、これはこれで、うん、もう特に例えば僕、九州住んでたから、うん、はいはい、博多の屋台とかも行ったことあって、うん、ああいうとこで飲む、はい、寒い日に飲むとか最高かなって思いますね、うん、九州って冬寒いんですか。はい、ね、あっちに住んでる人はね、うん、寒い時は寒いんですよ。ああ、そういうこと。こっちの人からしたら大した温度じゃなくても寒いのは寒いんですよ。いや、ほら九州の本当北の方でも雪とか降るじゃないですか。はい、降ります降ります、うん。だからもう九州なんていうと、もう南だから雪なんて全然降らんと思ってたんですけど、福岡とかあっちの方降りますね。なんかね、福岡とかね、結構降りますよ。うんうん、確かに。ちなみに鹿児島って雪降ったことあります？あるけど、うん、すっごい昔です。あ、そうです。もう本当に、はい、雪降ったらもう一大事ですよ。みんな写真撮ります。雪が降ったぞっつって、本当本当。ああ、なるほどね。灰はしょっちゅう降りますけどね。うん、あ、それはね、うん、知ってるあ、よかった、シャビさんもなんかだいぶいい感じに仕上がったな。よし、じゃあちょっとつまみいきましょうか。来た来た、つまみ、はい、今回用意したつまみですね、埼玉県の、この辺川越周辺でやってる、はい、西牧っていうところなんですけどね、西牧ハムっていうところがあって、ここからスモークショルダー持ってきました。ベーコンみたいな感じですね。ちょっとこれつまみながらいきましょうか、はい、よっこらセット、はいはい、
じゃあそうだな、はい、美味しいかなと思いますんでね、ちょっと一応箸は用意してるんで、うちの番組はガサガサ言って大丈夫だから、あ、はいはいはい、遠慮しないでどうぞどうぞ。やったじゃあ行ってみてください。はい、しゃ、いただきます、うん、すっぺーなこの日本酒。温めるとねほんと酸っぱいっすよ。確かに、だからちょっと塩気のものは食べた後にお酒飲んだらまたちょっと違うんじゃないのかなと思うんですが、どうです、ハムと合うこれ、うん、うちの番組正直に言っていいっすよ、ちょっと違うなって言ったらちゃんと違うって言っていいです。あ、でも思ったより合うんですけど、うんうん、あのなんだっけ、これ温めたじゃないですか。温めました。常温の方がやっぱりこのお酒美味しい気がしますね。うん。うん、なんかね、なんか違うね。常温だねこれ、行くなら。常温の方が多分ね、チビチビだけどグイグイいけ、うん、どんどんいけますよね、はいはいはい、これね。これいける、うん、いけますね。なんか食事も進みそうな感じ。うん、これどっ。これどちら前ほんと一番最初にちょっと飲んで、うんうん、口鳴らすぐらいのところかな。逆に冷やしたらどうなるのか、またそれもそれで飲んでみたいですけど ね、うん、またね尖った味わいになるんじゃねえのかなと思いますけれども、うん、まだもうちょっと時間ありますね、はいはい、じゃあチャビさんの話ちょっと聞いておこうかな、はい、普段どんなお酒飲んでます。普段はあれですよ、結構週に1回、うん、バーの店長やってて、雇われ店長でバー店やってて、はいはいはい、うん、その時はね、まあ、基本生飲むんですよ、うん、生ビール飲んで、はい、で僕結構何飲んでも美味しいタイプだから、はい、いろんなのをググって、うん、店にあるお酒使ってできるカクテルとか、ね、はい、いろいろ試したりして最近遊んでますね。カクテルね、はい、あれ凝ると結構面白いですよね。この間麦焼酎二階堂って麦焼酎30とグレープフルーツジュース30で、その後残りをトニックウォーター入れるっていうカクテルを作って、ただのグレープフルーツサワーじゃない。あ、でも美味しいです。トニックだからグレープフルーツ、なんかね、なんかあった、ググったらね、そういうカクテル二階堂でできる、麦焼酎で。二階堂じゃないとダメな、二階堂っていうか麦焼酎と、そう、麦焼酎、うん、二階堂でカクテルで検索したらそれが出てきて、うん、はいはいはい、麦焼酎だから、うん、まあ、美味しいみたいな感じだと。うん、そうなんですね。それで今ちょっとそれ作ったり。面白いな。いや、自分なんか結構ね、はい、自作でウォッカベースのカクテルとか作りますけど、ウォッカ便利ね。あ、そうなんです、うん、でも普通にモスコミュール作ったりとかしますし、はいはい、あとこの間遊びでブラックルシアンっていう、なんだそれ、ウォッカとなんだっけ、コーヒーリキュール、あー、コーヒーリキュール、コーヒーリキュールだっけ、コーヒーリキュール、あれが出てこない、甘いやつ、死んじゃうやつ、死んじゃう、ミルクとミルクと混ぜて死んじゃうやつ。あ、コーヒーリキュールでいいな。名前が出てこないので後で、また紹介したいと思います。あ、でもうち店にコーヒー焼酎っていうのがね、はい、あります。あ、なんか聞いたことあるな。他の曜日の担当してる人がコーヒー焼酎作ってて、うん、それでまあ割ったりして飲むんですけど、はいはいはい、結構美味しい、あれあれ美味しいよね、評判ですよ、うん、そうか、じゃあ酒の話盛り上がりますね。盛り上がりますよ。延々と延々とできますからね。この後の人がどんどん押していってちょっと迷惑な感じ。はい、そこはもうごめんなさい、押さないように気をつけますけれども、後でね土下座して謝ってます。あとはこの酒の匂いどうにかしないといけないんだけどな。はい、はい、まあ、そんな感じで、どうする、もう時間そんなにないんだけど。あ、ないですか。うん、ないんで歌いきます。じゃあまた、あ、歌いきましょう。はい、ぜひぜひ紹介お願いします、はい、ですね、一番最近作った曲で、四角って記号で四角書いて、うん、はい、四角になりたいっていう曲を作って、はい、その音源を聞いてください、うん、じゃあ、さて、そろそろお別れのお時間です。ほろ酔いタイムズでは皆様からのお便りを募集しています。番組へのお便りは、番組 X のダイレクトメール、番組メールアドレスのほろ酔い .times@gmail.com までお送りください。 X のハッシュタグほろ酔いタイムズでも受け付けておりますので、どしどしご応募ください。
そして、本日紹介したお酒、土田酒造さんの日本酒新土田、それとつまみはですね、サイボクハムのスモークショルダー食べてましたんでね、こちらを X の方にも掲載いたしますんで、皆様リポストとよろしくお願いします。はい、ということで2週にわたってお越しいただいたチャビリモンさん、はい、いかがでしたでしょうか。超楽しいです。もうたまに再生リストでこの番組見てますから ありがとうございます。もうこういう緩い感じが最高 で、まあでね、また呼んでほしいです。あ、ぜひぜひお越しいただければなと思うんです、はい、ハイボーさんは代わりに出ますから。わかりました。じゃあちょっとねスケジュール押さえておきますんでね。そしてそう、チャビさんに一個だけお願いしなきゃいけないんだわ、はい、今回ね、前者のハイボーさんのリクエストで、はいはい、群馬県のお酒を用意したんですけれども、はいはい、次のリクエスト伺ってよろしいでしょうか。じゃあ僕は出身が鹿児島なので、はい、うん、鹿児島のお酒を、あ、わかりました、はい、じゃあ鹿児島のお酒を用意して次のゲストに出したいと思います、はい、お願いします。まあご本人が飲めないっていうね、はいはい、ところなんですけども、はい、それとあと、ね、まだ、もうちょっとあるんでね、告知度ありましたらお願いします。告知はですね、はい、FM ルピナス主催で大晦日に、はい、うん、もう午前中から夜までの一大歌合戦イベントあるんで、うん、はい、それぜひ見に来てください。何月何日ですか。もう大晦日12月31日。わか、はい、りました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あと2月13日に、うん、来年なんですけど、はい、初めてワンマンライブするので、はい、下北沢モナレコードぜひ遊びに来てください、はい、ぜひぜひ行ってください。 X 等でもね、はい、告知されてると思いますね、はい、そちらの方見てみてください。お願いします。ということで、いい時間になりました。2週間ありがとうございました、はい、またねぜひ来てください、はい、ということで今週はここまでです。お相手は木村亮介とオレンジのスーパースターチャビリボンでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。